こんにちは。今日はロードバイクで清澄白河にカフェライドに来ています。清澄白河といえばブルーボトルコーヒーがあることが有名ですが、それ以外にもカフェがたくさんあり盛り上がりを見せています。その中でも最近人気急上昇中のカフェイキエスプレッソさんでコーヒーブレイクをしようと思います。到着しました。使われていない倉庫をリノベーションしたニュージーランドスタイルのカフェです。店の前には自転車は止められないので、近くの駐輪スペースをお店の人に案内してもらいました。サイクルラックがないので、ロードバイクで来た場合には壁に立てかけるなど工夫が必要です。はい、チョコバナナと、はい、マフィンください。というわけで、イキエスプレッソさんでゆったりとした時間を過ごすことができました。清澄白河にはまだまだ魅力的なカフェがいっぱいありますので、近くに来た際には立ち寄ってみてはどうでしょう。それでは今日はこんなところで。